どうもフォトジニックチャンネルのマンです。酒井です。はい、いつもありがとうございます。今日はですね、ちょっと今のご時世なんで3月の終わりぐらいからちょっとうちでも考えてたんですけれども、マスクをちょっと作ってみましたので、それの紹介と買い方みたいなのをちょっとご説明していきたいと思います。これが実物なんですけど、こういう風にニコイチで包装してあります。ちょっと取り中でタッキングで開けてもらいます。まあ、これが現物になります。一応ちゃんとした方の紐と折り目もついてまして、これが不織布で花も5倍やついてるかな、ついてますね、はい、だから市販のマスクと形はほぼほぼ一緒です。ニコイチのセットで10枚1組ぐらいで売ろうかなと思ってますので、もしご利用の方とか学校とか職場とかで布マスクはダメとか黒いマスクダメとかっていうところたまにあるじゃないですか。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんでどうしても白が必要な方とかであれば、まあ、今なかなか探してもないと思われるので、こんなんでよければうちもちょっと作ってみましたので、やっと製品化できたんでちょっと売ってみようと思います。はい。で、ですね、注意点がございまして、うちも写真屋ですので、例えば無菌室とかそういう衛生的な工場を持ってるわけではなくて、一個一個ちょっと申し訳ないですけど手作りにはなってます。で、これ見本なんで今素手でベタベタ触ってますけれども、作成スタッフは清潔な場所で手袋とマスクを着用して作成はしてますので、清潔な商品ではあるんですけれども、衛生的っていうのは申し訳ありませんがこちらでは保証いたしかねますので、まあ除菌スプレーとか最近売っているやんかとかで代用してもらってもいいかなと思いますし、この布の部分ですね、不織布っていういわゆる折り目なしの布なんですけど、これをうちがなんで手に入れられたかっていうと、写真機の機械の精密機械のメンテナンス用の清掃用具として納品してるので、それをこうカットして折り込んで作ったんで、マスクよりももろもろにはならないし水には強いんです。水に濡らして拭き上げたりする用の布なので、なので洗ってもらったりとか煮沸してもらったりとかして使ってもらうといいのではないかなと思います。で、これが元の原材料の不織布、元のものになるんですけど、濡らしてみてもよかったね。水持ってないね、誰も持ってないね、炭酸水。まあまあいいけど、イメージどう言ったらいい、ウェットティッシュみたいになんねんな。ちっちゃくはなるんやけど、すぐまた乾いたらこの大きさ戻る、ね、なんか縮んだり伸びたりはしなくて、こう引っ張っても破れないような頑丈さはあるんですけど、逆に肌触りがものすごく悪い、ちょっとゴワゴワするゴワゴワするんで、なんかもうほんまに白いマスクでないとダメとか、こういうのでないとちょっと困るっていう人用になるかなとは思いますけど、売っていきます。で、買い方なんですけど、フィルターと併用していただいてもいいかもしれない。フィルターってなんですか。マスクとかフィルターがだけがあるみたいなんです。あ、ここにだけ当てて使い回しできるよっていうやつ。あ、それはすぐ手に入るの今でも。今は難しいかもしれないですけど、あったらそれでもいいね。お持ちであれば併用もおすすめかなと思います。で、うちのネットショップの方で売るんですけど、YouTube の方からご登録いただいている方とかは、登録チャンネルとかできるのかな、はい、フォトジニックチャンネル登録しないから、自分の動画になっちゃう。うちの動画を何かこう探していただいて、開いていただくと、ちなみにこれからもちょっとよかったら見ていただきたいんですけど、YouTube の動画に概要欄っていってうちの解説文章を書いてあったりするところがあるんですけど、ここをこうタッチしてもらうと、ここに概要欄が出てきます。で、例えばこれはケーキを作ってる動画なので、材料とかレシピみたいなのがここに書いてあるので、見ながら作ってもらうこともできまして、どの動画にも最後に一応うちのオンラインショップのサイトの URL を貼り付けてますので、ごめん、携帯タッチしてくれる。そしたら弊社のサイトにこう飛びますので、ここにマスクも写真撮ったよね、もう商品ない、はい、であげますので、10枚1組で何ぼで売ってってましたっけ。550円550円送料を抜き
き抜きで、はい、プラス送料で、まあ、600円、700円ぐらいですか。300円ということは850円もするの、そう込みだと、うん、それでもよかったら、あの必要な方はここから欲しい商品をタップしてカートに入れて購入みたいな感じ、はい、で商品の説明とかはここに書いてありますので、マスクも一応ここにも念のためもう一度その衛生的な面に関しては保証しませんというのは必ず書いておきますので、それをご了承の上、まあ、ご必要な方は買っていただいたらいいかなと思います。じゃあちょっとその肌触りがゴワゴワするとかっていうのとか、つけた感じが実際どんな感じ、大きさは市販のマスクと同じぐらいね、これちょうどね、そんなに変わらないね、まあ、つけた感じとかをちょっと撮ってみたいと思いますので、あなたはモデル、酒井さんモデルするの嫌なんでしたっけ、はい、ということで、まあ、うちのスタッフのよりすぐりのちょっとあのモデルさんを呼んできましたので、その方と、まあ、おっさんで男でつけた感じもどんな感じかというのは、まあ、見栄え悪いですけど、私とでちょっとあの撮った感じの写真を挟んでみますので、それ見て最後ご参考にしてください。ではあのマスクの紹介はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。これがつけてみた状態なんですけれども、男性でこんな感じ、意外に、あれ思ってたより肌触りマシですよ。大丈夫ですか、うん、一応柔らかい方を使った、ね、肌側になるようには作ってます。どうですか、それは。普通のマスクと変わらない。普通のマスクでやったら変わらない。で、ここが何やっけ、あの100均のワイヤー、プレゼントのワイヤーの中身を抜いてつけたので、鼻もこうやってヒットさせませんか。はい、なんで、まあ漏れたり、僕も眼鏡かけてるんですけど、眼鏡が曇ったりするようなこともないです。たださっき動画の最初の説明した通り、水で絞って使うような布に近い形の不織布なので漏れません。今そうなんか通気性はあの市販のマスクよりは良くないかもしれないです。まあっていう商品、つけた感じは違和感ないと思いますので、今マスクが必要な方がおられましたら、ちょっとこれでも赤字女性がつけるとこんな感じ。男性も撮ります。ここは多分視聴者さん耐えられないですから、絵的に汚いおっさんが映っててはい、ではこんな感じで、またよかったらショップサイトの概要欄から見てください。お疲れ様です。